原発反対、原発反対、綺麗なふるさとを守るぞ。Both news reporting will be seeing very high levels of contamination very quickly, so information should be becoming available as to what type of explosion it was.80箇所あるのに。同級生でももう何人も辞めたのおるよ。私は不甲斐おってまだ生きてるんじゃ。谷の裏あそこでその花がろう。それをくぐって入ったところのあの予定地。こう回ったと、あれが田の村。あ、この近辺に来れるのじゃろう、建てたら。魚取っても海底がないの。羽が欲しくない人がおらんが、こんな危険なものを建ったら、この近辺全部ダメになるじゃん。これが、原発の交付金で作られた道の駅で、3億円が使われていて、でこっちが原発の交付金を8億円かけて、作られた温泉です。私は、広島に生まれて18までずっと広島にいたんですけども、中学校高等学校、毎日、原爆ドームを見ながら電車で通学をしていました。でその、原爆慰霊碑に安らかにお眠りください繰り返しませぬからって書いてあるんですね。それを自分はどうやって実行すればいいのかな。まあ水神の方から自然では飯が食っていけないと、自然を生かして生きていける、そういうこうシステムが描ければ一緒に手を携えることができるんじゃないかな。こういう取り組みやりますからっちゅう最初にお魚ふるさとパック話をもらった時に、自分なりにここの上関の魚が日本全国どんどん飛んでいってくれれば有名になるじゃないですか。ここで美味しい魚を全国のみんなに食べてもらう、鮮魚的には新鮮な魚は一番自信ありますから。ここのそれにちょっと感動したいうか、同じ漁師やけ一番ええ鮮度のまま家に届くのが一番ベストじゃ思うて、これはやりがいがあるのと思いました。2011年ですか、フィールドワークとか調査に使う船を買ったんですね。なんか調べれば調べるほど絶滅しかかってる生き物とか
貴重なスナメリとかカンムリミスズメ貝がいることが分かったり、それからカラスバトっていうね国の天然記念物がいることも分かったり、そういう本当にこう奇跡的な場所。中国電力は2000年からもう国が実際に加盟石原発を建設しよう、次に来たのは計画予定地を埋め立てて、まずはそこその原発を作る埋め立てをしようということで、それが2009年。ちょうどここ原発予定地なんですけれども、ここ田野浦から、あちらの岩井島までなんですけれども、距離が、3.8km です。子供乗りから磯に行って魚捕まえたりね、山に来て木の実をもいだりずっとしてましたよ。こんな環境、自然環境はいいんですがね、この農業するにあたってこんな零細地でね、よそと競争するいうのになったらみんなでやっていかんとちょっと生活できんのですよね。個人でどうこういう問題でないんです、離れ島はね。だから島の生活というのはみんなの力が大事思います。だから絶対作ってはいけん思いますよ。瀬戸内海こんな綺麗なとこ放射能で汚したらもう取り返しがつかんです。そのために30年間島のみんな苦労したんですからね。それで岩島の人は危機感を持って反対しようったんですからね。昭和57年から原発問題が起こりまして、そして私たちはその話を聞いても、目の前に田の浦のところに原発が建ついうことで、私たちはもうそういうことは絶対岩井島の目の前にできるいうことはもう反対しなくちゃいけないいうこと、週2度ほど原発を反対をデモをしてました。座り込みは年寄りの方が一番よう頑張ったんですよね。自分とこのおばあちゃんのような警備する人が連れて逃げるわけにいかんでしょ。まあ怖かったでしょうね。特に怖かったでしょうね。みんな若い人が来るんですからね。仕事を休んでからここへ運動しに来ておったけね、ずいぶん来たものに。中国電力が台船やなんかを持ってきて埋め立て工事の準備をするでしょ。その時台船の中に潜り込んでボーリング調査できんようにしたりね、 船にくっつけてから妨害したり、泊まり込んでアンカーを打たせんごとしたりね。埋め立て工事のだったらアンカーを丘に上げてね、台船を引っ張り込むようにしてたら、それをフックを外したりね、力使い果たすようなことが何回もありましたよね。
高島さんのあの希少生物でね、折り目切り目の時にココというような時にポコッといい希少生物が見つかってね、中殿も工事の中殿何回もありました。あれ大変助かった。岩井島の人ね、反対運動ね、本当頭下げんにはいけんですね。足を向けちゃ寝られんような、あの日本の人たちがあの長い間原子力の安全神話って言ってきたんですけども、スリーマイルやチェルノブイリの事故があっても日本の原発は安全なんだっていうふうにあの多くの人が信じてきたんですね。僕が死ぬ時に一生僕が何を人生の中でやってきたかって思った時に、死ぬ瞬間にね考えたわけ。え、プルトニウムずっと作ってたのって。電気は一瞬だけども使うの、そのために何万年も管理しなきゃなんないものを作り出す。福島第一には6つのパワープラントがあって、で、まあ、全部一括して僕が6個見てました。原子力発電所の重要なコンピューターの内部にアクセスして、都合の悪い数字を書き換えるっていう作業もしてたわけです。僕飼い殺しにされてたのかななんても思います。僕は2000年に辞めましたが、2005年に、ミニコミ市でもし原子力発電所に津波が来襲したならば運転中の原子炉は全てメルトダウンするっていうことを寄稿したんですね。それを全部無視してきたわけですね、東京電力は。で、2011年の3月11日以降、実際に僕が予想したことが起きてしまって。地震が来て、福島第一原子力発電所は地震が来て重要な冷却機能が止まった。その原因として一つ考えられるのが、親指ぐらいの配管が破断して、さっき言った原子炉の中の冷却の流れが止まった可能性が一つあるわけです。世界の大きな地震のほとんどが日本で起きているっていう事実を鑑みてみると、そぐわない。紙の関なんて建設、新しく建設することなんてありえないわけです。より良い、生き方もあるんじゃないですかっていうことをこう考えている。一つ一つのこう一生懸命生きてる生き物たちが生きてるその姿っていうのか、なんかそれにこう突き動かされるっていうんですかね。私たちの主張はただ原発に反対するっていうのが旗頭でなくて、この島で漁業をして農業をして生活していて政治には関係なかったんですね。私たちが望むように、原発が立たなくって世界遺産としてあの大切に保護されて未来の子どもたちにそっくり残せるということが実現するとしたら、それはもう人生最高の瞬間だと思います。